はいこちら栃木県にお住まいの柴犬のももちゃん、5歳の女の子です。うもう相棒はヒータータということで、うんえー、寒い冬はいつもこの距離でぬくぬくしているんだそうですももちゃん、どのくらいヒーターが好きなのかというと、うん、いよいよ自分でスイッチを押そうとしている犬ということで。 温度調節してるかはわからないですけれども、これ自分でね、すごいな押しちゃうんですよね。<ー>はい。ただ季節は進みました。春になりましたね。<ー>飼い主さんヒーターしまいました。するとももちゃん落ち込みがいくらなんでも激しい犬。もうこのカーブこんなに曲がっちゃうんですね。曲シ度がすごいですね。<ー>うん、というわけで、もうこれぐらい。 表あの感情表現が豊かな子なんですよ。ですね。アンビリさんお家にワンちゃんいますけれどもどうですか。いやまあ割と表現豊かですよ。ダイナミックなワクシャバーなりますけど。はいということで。<laughs> いいはいモモちゃん他にもこのような表現しております。帰り道だと思ったら大好きな公園をはしごすると言われた時の犬。一方で公園ではなく 苦手な爪切りサロンに到着したことを悟った時の犬。<laughs> なるほど。何 <laughs> ここみたいな。え、なんでっていうかは知りませんね。はい。ららで、さらに散歩に行きたい時は、こんな顔で合図を送ってくるんです。うん、もう、うクしちゃいます。 いやワンちゃんってウィークするんですね、まあ、お,お台さんのところのワンちゃんはウィンクはしないいですそろそろ散歩の時間だよと犬離れした合図で知らせてくるワンちゃんということです。 あ、そうですそうです飼い主さんは写真は連写機能を使って1回の撮影で200枚くらい撮るんですってで撮った写真の中からその時の表情を表す1枚にこのようにタイトルをつけているということでしたタイトル上手ですねえもうセンスが光っておりますよねさあここでアンビルさんと大谷さんに問題です次に出すももちゃんはい、このももちゃんは一体どんな状況でしょうか お答えください書くのね、はい、大,喜利大喜利ね、はい、大喜利ですの女の子よね女の子です、ね、5歳の女の子です <laughs> これねセンスが問われますからねアンビルさん頼みますよあ大谷さんできましたかじゃあ大谷さんからお願いしますうちのワンちゃんが、はい、アイ顔すんな <laughs> 私のパソコンの下から <laughs> 仕事しろ、よ仕事しろ。確かに言ってそう、仕事しろ。いいですね。お前サボって。る締め切り近いぞ。はい、大谷さんは仕事しろでしたが、アミルさんは。わこれ。はい。ダーリン?。起きて。あ、寝てる飼い主さんに、起きてと言ってるかはですね。これいうとこ来てるわけですね。さあ、答え見てみましょう。こちらです。 飼い主が二度寝しないように監視する犬ということで、ちょっとヒヤピンね、そうですね。ですけれども、大谷さんのほはいいですね、仕事しろ、この飼い主さんはいつもちゃんと仕事してるんでしょうね。ということで、癒されますね、もわんちゃんは、ももちゃんの癒しの写真、ご覧いただきました。